終わった。約束は果たした。さあ、僕たちを助けてくれ。足りないわ。これではまだ足りない。でもいいわ。約束は守ってあげる。おやすみなさい、私の愛しい人。どうしたんだ。どうもこうもないのです。何の嫌がらせなのですか。これは狼たちの帝都じゃないか。もう届いてたのか。で、何起こってるんだ。お前はここに書いてある全3巻という言葉の意味もわからないのですか。どうして2巻までしか注文しないのです、このボンクラ。仕方ないだろ、その本は最初から2冊しかないんだから。どういう意味なのです。最終巻を書く前に作者が亡くなったんだよ。レニー・レンツが？ああ、確か路上で暴漢に襲われたとか。おお、なんということ。それではイグネシアスとダイアンはどうなるのです。誰だそれは。非常な青年実業家イグネシアスと、復讐を誓いながらも次第に彼に惹かれていく孤高の若者ダイアン。部下に裏切られ教団に倒れたイグネシアスにダイアンが再会を果たしたところなのです。この二人の恋の行方をどうしてくれるのですか。名前からすると男同士なんじゃないのか、その二人。真実の愛を前にして性別などさまつな問題に過ぎないのです。なぜお前はこんな続きの読めない本を私の前に置いておくのです。僕宛ての荷物を勝手に開けておいて。それにその本を取り寄せたのには理由があるんだ。ん？手紙が届いたんだよ、死んだはずのレニー・レンツから。宛名はじいさんになってるんだけど、奇怪な書物に囚われた我々を助けてほしいって内容が気になってね。あ、ダリアン？何をグズグズしているのです。早く出かける準備をするのです。こんにちは、こんにちは。ミスター・レニー・レンツの別荘はこちらでしょうか。ええ。失礼。ヒュー・アンソニー・ディスワードと申します。こちらはダリアン。ミスター・ディスワード？実は、先日亡くなった祖父がミスター・レンツとチキでして、近くを通りかかったのでご挨拶に。どうして、レニーがこの別荘にいると？暖炉ですね。ええ。ミスター・レンツはいつもここで執筆されているそうですね。その間は誰も屋敷に寄せ付けないとか。もちろんそんな大切な場所を人に貸すこともない。よくご存知ですね。その通り、レニーはここで新作の執筆中です。では、あなたが今おっしゃった通りですわ。
執筆中のレニーには誰も面会できません。そうですか。今書いているのはダイヤたちの話なのですか？ええ、狼たちの帝都の最終巻よ。もしかしてあなたもダイヤたちの恋の行方が気になるの？イエス。だからわざわざこんなクソ寒い山奥までやってきたのです。そう、そうよね。あんな素敵な小説なんですもの。いいわ、レニーには私から話しておきます。え、明日もう一度いらしてくださるかしら。彼に会えるように取り計らうわ。ありがとうございます。ミス…ミセスですわ。私はポーラ・レンツ、レニーの妻です。どうするつもりなのです？さて、どうしようか。亡き妻に捧ぐ。レニー・レンツの妻があそこにいるはずがないのです。だとしたら何者なんだろうな。血の匂いなのです。正直あまり気乗りしないんだが。大丈夫か？早く足元を照らさないからこうなるのです。この人、知っている顔なのですか？写真を見たことがある。レニー・レンツだ。誰？あなたたちもポーラの仲間なの？あんなナタ女の仲間になどなった覚えはないのです。じゃあ僕たちはこの人に呼ばれたんです。助けてほしいと、手紙で。レニーが手紙を？ええ、残念ながら間に合いませんでしたが。あなたはどうしてこんなところに？私はラティシャ・サーキス、レニーの恋人です。恋人？そうです。だから彼は私のためにここに残って。下がっていてください。このくらいの鍵なら壊せると。待って、今私が逃げ出すわけにはいかないんです。どうしてです？お願いです、明日もう一度この別荘を訪ねてください。そして必ずレニーを連れて逃げてください。しかし彼は。お願いします、私はいいから、レニーを助けて、お願い。ミスター・ヒュー・アンソニー・ディスワード。はい、ありがとう。まずい。だったら僕の分まで食べないでくれないか。本当にもう一度行くのかい？お前の脳みそはやっぱりお猿さん並みなのです。手紙に何と書いてあったかもう忘れたのですか？奇妙な本に囚われているってやつか。それが現象のことだったらどうするのです？そうだな、君もしかして狼たちの帝都の続きが読みたいだけじゃないだろうな。まずい。なんといっても狼たちの帝都の最大の魅力は散りばめられた素敵なセリフの数々よね。もしこの出会いがなかったのなら私は生きていく意味を見出せなかったに違いない。ダイヤーがオーグストにかけたこの言葉が私は一番好き。そう、まさにその通りなの。私もこの時と出会っていなかったら生きていく意味を見出せなかったに違いないわ。あら、ダリアン、お茶がないわね。もう私はレニー・レンツに会いに来たのです。
焦らないで。ダイヤも言ったでしょ。第一巻18章。物事にはすべて時期というものがある。それを見誤っては。違うのです。そのセリフは、第一巻21章、どちらも同じ賭博場の場面ですが、状況がまるで異なっているのです。そんなこともわからなく。バカだな、ダリアン。そんなことを彼女だってわかっているよ。今のは君を試したんだよ。ええ、そうよ。よくできたわね、ダリアン。ご褒美よ。レニーの書斎に案内してあげるわ。よかったな、ダリアン。やあ、君がダリアンだね。それに、ロード・ディスワードのお孫さんだそうで、話はポーラから聞きました。レニー・レンツです。よろしく。申し訳ないね。ちょうど調子が出てきたところだったんだ。いえ、構いませんよ。狼たちの程度ですか。ああ、一度最後まで書き上げたんだが、気に入らなくてね。こうして書き直しているというわけさ。今すぐにというわけにはいかないのですか。え？ああ、いえ。すみません。やっぱり書きかけの原稿を読ませてもらうのは無理ですか。ああ。申し訳ないが、しばらく待ってくる。わかりました。ありがとう。やっぱり話をしながら書くものじゃないな。こんなものを出版したら、ダリアンに怒られるよ。お邪魔してしまいましたね。僕たちはそろそろ失礼します。その前に、一つお願いがあるのですが。何でしょう？この子に、あなたのサインをいただけないでしょうか。え？喜んで。どうぞ。よかったわね、ダリアン。イエス。同じ筆跡なのです。さっきの男がレニーレンツで、手紙の送り主に間違いなさそうだな。これで狼たちの帝都の続きが読める機会が高まったのです。そう簡単に行くといいけどね。ミス・サーキス！昨日死んでいたはずのミスター・レンツが生き返り、代わりにミス・サーキスが死んでいる。一体どういうことなんだ？冠婚の書。ミスター・レンツ！その手に握っているものを捨ててもらえるかしら。あなた？さあ、出して。ミスター・レンツ！ほら早く。弾はあと一発、足もあと一本よ。どうして僕たちが来ることが分かった？タイプライターのカーボン紙には直前にタイプした文字の跡が残るのよ。ラティシャ、ラティシャ、あなたもよ。まだわからないの？私にはあなたのことが全てわかっているのよ。あなた以上にね。よせ、ホーラ・ディッキンソン。あなたのことは調べさせてもらった。レニー・レンツの熱狂的なファンとして、出版業界では有名だったらしいね。大量の手紙を送りつけ、住居に押しかけ、彼の友人や恋人に嫌がらせまでしていたそうじゃないか。彼を襲った暴漢というのも君ではないかと。警察は疑っていると書いてある。そんなもの、私の崇高な目的を理解しない俗物どもの戯言に過ぎないわ。
すべてはレニーとレニーの作品のため。だって、私はレニーの作品を愛しているんだもの。レニーが私を愛してくれたようにね。ほんの火遊びのつもりだったんだ。妻を亡くしてから、本当の意味で私の心を癒してくれたのは、ラティーシャだけだった。今更取り繕う必要はないわ。あなたはただの女たらしよ。けどいいの。あなたがどこでどんな女にうつつを抜かそうと、それでいい作品が生まれるのなら私は我慢する。なのになのにこの人には分かっていなかった。真実の物語が、正しい結末というものが。だから教育することにしたの。教育？ええ、こうやってね。見るのです。これは美咲さん、どうしてどうしてレニーを連れて逃げてくれなかったの。泥棒猫のくせにズーズーしい。何が起こっているんだ。死者を蘇らせる秘技を記した現象、ラスアルハゲ。神話の世代の名医アスクレピオスの著とも言われる、この世にあらざるべき禁断の書物なのです。死者を復活させる現象。イエス。ですがハデスとの盟約により、誰かを生き返らせるには別の誰かの命を代償として捧げなければならないのです。あの二人は互いの命を代償に死と復活を繰り返しているっていうのか。ラスアルハゲによる復活は完全ではないのです。蘇生した死者の肉体は一昼夜しか持たず朽ちてしまう。だから二人とも逃げ出せずに。そうよ。そして毎日殺されていったのに、こんな風に。やめろ。私だって辛いの。けどこれが私の使命、いえ天命なの。来る日も来る日も来る日も、こうしてレニーを永遠に殺し続けなければいけない。私以外にこんなことができる人間がいて、レニーの作品を愛している私だからこそできるのよ。嘘だ。お前は私の作品など愛していない。まだ教育が足りないよね。思い出すのよ、あなたの真実の物語を。正しい結末を。ダイヤーは死なないのよ。オーグストはスーザンなんてブスと結婚したりはしない。あんな女はいらないの。ほら、心の声に耳を傾けて。あなたの、私のダイヤーは哀れな女なのです。オーグストなんてどうでもいい脇役のために無益なことを。オーグストが脇役ですって。脇役どころか名前がついているのも不思議なくらいの配役。ダイヤとでは全く釣り合いが取れないのです。身の程をわきまえやがれ、ボケーなのです。黙れそんな、どうして。お前は耐性という言葉を知っていますか。耐性。イエス。たとえ強力な殺虫剤でも、使い続ければやがてそれに耐えるよう昆虫たちの体質が変化するのです。あの二人は一昼夜おきに死と復活を繰り返していた。それは何百世代、数千年分もの進化に相当するのではないのですか。まさか死そのものに耐性をつけたというの。だけど一つの肉体に魂は一つのはず。帳尻は合っているのです。
この化け物私たち。そうなのです。そうと決まればとっとと家に帰るのです。一応聞くけど僕に拒否する権利は。そんなものあるわけないのです。分かったよ。あなたの心の鍵者、ヒュー・アンソニー・ディスワードです。以後、お見知りおきを。何なのです？次回、魔術師の娘。